サムラ塾のことです。はい、それではですね、通信教育の塾生さんからのご質問ということで、第157回、日照簿記2級の第2問ですね、の類題、リース会計ですね、こちらの解き方ということをお話ししていきたいと思います。はい、じゃあいきますね。まず問題の方はね、皆さんお持ちの問題の方をね、各自ご用意してください。はい、で僕の方はですね、回答用紙とですね、これから下書きを書くんですけどね、こちらの方を使って説明します。はい、じゃあ一応念のためね、前提というかね、ちょっと過去問と違うところをお話ししますからね。単位はですね、便宜上1000円とさせていただきますね。本試験は円だったんですけどね、ちょっとゼロ3つつけないとね、いけませんからね、ちょっと多いんでね、僕は1000円ね、単位は1000円でね、全部書いていきます。はい、で、オペレーティングリースですね、取引、これは無視しますんでね、ファイナンスリースだけをね、ピックアップしてお話をしていきますね。オペレーティングリースはね、そんなに難しくはなかったと思いますからね、ちょっと割愛いたします。はい、じゃあリースですね、ファイナンスリースね、これをやっていきます。はい、で、固定資産台帳とですね、勘定ですね、この 2点だけね、ちょっとオペレーティングは無視しますからね、2問だけ、やっていくんですけどね、基本的にね、白紙にしてありますからね、ちょっと一個一個丁寧にね、作り上げていくと。これも一緒ですね。これは書いておきましたけどね。こちらですね。取得源から全部こう埋めていくというね、形で、全部やっていきますからね。はい、したがって、これがね、この動画が終わる頃にはですね、もう鮮明に分かると、ね、いうことになります。はい、では、いきますね。で、まずですね、今回ちょっとですね、基礎知識の一応確認ということでお話をしてきますけども、ここにね、ちょっと仕分けを少し書いてきますからね。はい、じゃあいきますね。A のね、備品の方だけちょっとね、仕分けをメモ一回しておきます。今回はですね、17年のですね、例えば4月1日にね、リースしましたよね。で、借り方はちょっとリース資産。ちょっと略字にさせてくださいね。リース資産ね。利子ね。利子です。で、これ6600ですね。これを使います。6600、1000円ね。利子抜き法ですからね。利子抜き法ですからね。はい。そして貸し方がリース債務ですね。ちょっとリムにしちゃいます。リム。6600と。ね。いうことでね。まずこれが。リース開始時の仕分けですよね。借り方リース債務6600、貸し方リース債務6600ですよね。利子抜き法ですからね。はい。で、次ですね。これ半年に1回ね、利息と、あと減価償却もやってくれという指示がありましたよね。はい。したがって、これは半年後の、17年のですね、9月の30日ですか。ね。に、まずですね、減価償却からやっちゃいましょうかね。借り方減価償却費。ちょっと減費にしちゃいますけどね。減費。ね。で、こちらですね、数字はいいと思うんですけどね、6600ね、割ることの、A の方は5年ですかね、5年で割ってね、で、1320と出ましたけど、これね、1年分ですからね、半年分ですから割る2、660ですね。はい、したがって半年分は660ですから、借り方減価償却費660。で、貸し方減価償却累計額ですね、間接本ですからね、6600と、あ、660ということでね、この仕分けをまず減価償却の仕分け切られますよね。はい、そしてあとリース料のお支払いですよね。ちょっと同じ日ですから、ちょっとちょんちょんしちゃいますけどね。借り方がですね、リース債務ね。で、それ仕分け書いちゃいますね。借り方、支払い利息ですね。ちょっと心理にしちゃいます。ね、で、貸し方が普通預金ですね。今回はね。普通預金ということで、まず仕分けの形法ですよね。利子抜き法ですからね。借り方リース債務、借り方支払い利息で合計してね、普通預金ということなんですよね。はい、で今回ね、リース料の総額がですね、7200ですからね。で、これを割る5年でやりますとね、1年あたりね、1440払いますよね。ただし半年分ですから割る2で720ですね。720のですね、まずリース料を払い、ね、そしてですね、リース債務ね、これは6600ですからね、6600のリース債務がありますから、これを割る5で、1年あたり1320減ってきますけどね、半年ですから割る2で660ですね。はい、で、差額がですね、720と660の差額が60ですけど、これが支払い利息ということでね、こういうふうになりますよね、今回はね。よろしいですかね。借り方リース債務が660、借り方支払い利息が60、貸し方普通預金が720と、ね、いうことになりますよね。はい、これが半年分の、
まあ、原価償却とね、あとリース料の支払いという仕分けですよね。はい。で、一応ね、後でまた確認しますけどね、まあ累計額とね、実はリース債務ね、これ同じ金額になってるのがね、うん、基本的にずっと同じ金額でいきますからね。はい、一応これは前振りですね。はい、では、次ですね。一応念のためもう一つね、18年のね、3月31日だけもちょっとメモしておきましょう。基本的に一緒ですからね。基本的にこちらの仕分けと全く変わりませんからね。これは半年分やってるだけですからね。はい、従って、ね、ちょっとまあ、移しちゃいますけどね。借り方は、まあ、減価償却費。もう計算しませんよ。同じですからね。減価償却費660。貸し方が減価償却累計額660ですね。で、貸し方が同じ日ね。普通預金720ね。で、借り方リース債務利分660ね。で、借り方支払い利息60ということでですね。はい。この仕分けがね、まあ、全く同じです。ね、あと、これがずっと切られるということになるわけです。はい。よろしいですかね。で、ここまでがね、これ、今、A をね、ちょっとピックアップしてお話ししましたけど、一応、基礎知識ということでね、確認だけですしておきました。はい。ではですね、早速ね、本題の方に行きたいんですけども、今回ですね、リース、第二問のリースですね、すごくこう難しい問題がね、これ出ましたね。で、これね、基本的には今僕がね、これ仕分けを変えていったようにですね、バーッとね、例えば A、B、C、D、E と E、F まであるのかな、これね、うん、F ね、全部仕分けをね、こうやってバーッと書いていって、そして累積してですね、この勘定に転記って形でやれば一応解けます。解けます。ね、うん、解けるんですけど、まあそんなことやっとったらね、この1問だけでまあ2、3時間かかっちゃいますよね。うん、そうするとまあもちろん本試験には受かりませんからね。うん、そこでね、どういう手法を取るのかというと、下書きを作るんですね。この仕分けが書かなくても済むというね、下書きを作っていくわけですよ。ね、それがいわゆる受験テクニックっていうわけですけどね、今回はその受験テクニック、つまり下書きの書き方ですね、それをちょっと中心にね、お話をしていきたいと思います。はい、じゃあ早速ね、前行きはこのぐらいにしましていきましょう。はい、じゃあここからはね、ちょっと下書き中心に移していきますからね、こちらの方ね、下書きね、ちょっと中心に移していきますから、皆さんね、問題文の方ちょっと見ながらね、ご自分で見ながらね、お持ちのやつを見ながら、ちょっとお話を聞いてください。はい、じゃあ行きましょう、ね、まず A ですね。 A の方行きますけど、これね、資料の一番ですね、のかっこいいしのリース契約一覧表ってやつを見てくださいね。で、そこから順番取り喋りますからね。はい、A の備品の A からね、行きましょう。はい、で、この場合はですね、こんな感じで作ってきます。下書きはね、よいしょ、すみませんね、まず A ですね。はい、で、まずですね、開始日ですね、あとタイムテーブル作るんで、まずね、パーッとこうやってバーッと長くね、引っ張ります。はい、そしてまずですね、開始日とね、これ17年の4月1日ですね、まあ、開始最初ですからちょっと書きますよね。開始と終了日書くんですね。終了日ね、これは終了日のいつでしたっけ、22年の3月31日ですね。はい、これが終了日と、まあこんな感じでね、まず左端と右端にね、こうやって書きます。はい、そしてですね、登記を書きます。今度はね、で、登記はですね、今回は18年の4月1日からですね、19年の3月31日が登記ですからね、まあ、この辺の真ん中ですね、ここに書きます。18年の4月1日から19年の3月31日ということでね、まあ、ここが登記ですよということでね、まあ、こんな感じでくくりを入れるわけです。僕くくり入れますからね、うん、よろしいですかね。で、そうしますとね、今回はこれは5年ですよね。5年、ね、5年です。はい、で、そうしますと、まあ、ここ1年ですね、まあ、登記当然1年ね、そうすると残りこれは3年ですね。はい、まあ、こんな感じでメモしました。1年、1年、3年ということです。まあ、合計5年ですよね。はい、
そしてですね、あとはここにですね、まあ、情報をこう放り込んでいくわけなんですけど、ね、まあ、まず開始日ですね、ここにね、今回はまずですね、リース、まあ、取得原価ですよね。取得原価の6600と、ね。あと金利ですね。利息分です。リース料総額が7200ですからね。で、ここから2600、6600引いて600ですかね。一応メモしておきます、こうやってね。はい。まあね、開始日ですね。取得原価6600。で、金利の部分がね、一応念のため書いておきました。600と。いうことです。はい。そしてですね、ここからここまでのね、累計額ですね、減価償却累計額ね、を計算しておき、ね、そしてここに母価が出ますから、母価ね、超価格です。はい、まあこんな感じでね、計算をするわけです。ね、はい。そしてあとはですね、まあ一応計算しましょうかね。で、累計額はね、そうすると6600、まあさっき実はこれ仕分け切りましたけどね。これね、この660と要する660の合計ですからね。はい。したがって、一応こっちの方でやりますけどね。割る5年でね。はい、そうすると、これ1320と一発出てます。とりあえずね。累計額ね。1年だけですからね。はい。で、僕からですね、6600から1320引けばですね、まあ5280ですか。ね。っていう形で、騎手の母価ですね。が出ます。はい。そして、1年ですね、分の、まあ、減価償却ですね。減価償却ですね。まあ、これも同じ金額なんでね。一応もう書いちゃいましょうか。ね、1320になるし、ね、なるし、支払い利息ですね。1年分のね、支払い利息。ね。はい。まあ、これもね、まあ、さっきやった、ここですけどね、60と60ですけど。以上、念のため、計算しましょうか。一応、足し方ね、見ていきますと、これ、要するにね、すみませんね。要するに、まあ一応最初だからちょっと式書く、本当は式書かなくていいんですけどね。うん。最初なんでちょっと書くんですけど。ね。これ、リース料総額がですね、今回7200かな、俺の場合1000円ね。はい。7200、1000円じゃないですか。ね。で、これをまあ年数で割りますよね。そうそう。7200割る5ですね。そうすると、1440かな。うん。出ますよね。で、そこからですね、マイナスすることの、まあこれね、リース債務に相当しますから、ね、さっき言ったのはこれ、減価償却ですね、減価償却、要するに減価償却とね、このリース債務って基本的に同じ金額ですからね、これね、まあ、累計額と一緒ですからね、これね、いいですよね、うん。したがって今出したのはですね、この720、まあ要するに1年分ね、1440に相当するやつですからね、うん、でここからですね、要するに、支払い総額からですね、支払い料からですね、リース債務引きは出てきますから、支払い利息じゃ。それと同じような理屈でですね、ここから1320ですね、まあ、いわゆるこの減価償却分をこれ引けばいいんですよ。ね、うん、そうすると、ね、120というですね、支払い利息部分が出てくるって、こういうことですよね。うん。紹介でいきましょう、こうやって。いいですよね。まあ、これがちょっと簡単に計算する方法ね。うん、別に書かなくていいんですけど、下書きじゃない、うん、頭で別に計算しちゃえばいいんですけど、一応念のためね、書いておきました。はい、ということでね、一応もう一回ここだけ喋りましょうかね。7200割ることの5ですね。で、これで1年分のね、要するにリース料が出てくるわけですよ。お金を払うリース料ね、うん、でそこからね、リース細部に相当する1320を引けばいいわけですから、ね、うん、そうすると120出るよと、こういうことですね。はい、よろしいでしょうかね。まあ、これがね、下書きの書き方なんですよね。うん。で、これがね、できましたら、もう実はね、固定資産台帳が、A の方は作れますからね。はい、ちょっと作っちゃいますよ。はい。で、そうしますとね、今回は、このタイムテーブルに、ね、当てはめながら、もう作れちゃうんですよ。はい、じゃあ行きましょうか。まずですね、機種の取得原価ですね。機種の取得原価ね。はい、これは、ここですよね。取得原価ですかね。6600なんですよ、これ。6600ね。いいっすよね。そうですね。取得原価するんですからね。うん。そしてですね、騎士の減価償却累計額はって言われてますよね。はい、これですね。騎士の時点での減価償却累計額って言ってますからね。はい、したがって、1320ですよね。ね。ということです。はい。そして次ですね、
差し引きの、まあ、差し引きって言ったらここからこれ引けってことですけどね、うん、差し引きのね、まあ、長部角母価ですね、うん、これ何ですかって言われてますから、まあ、これで差し引いてやってもいいし、C 長電のためタイムテーブル書きましたんで使いますけど、これですね、これね、これからこれ引いたらこれですからね、5280ですよね、はい、ということでここが5280ね、いいですよね、はい。そして当期の減価償却費はって言われてますからね、まあ、これもタイムテーブル書きましたね、減価償却費と5320ですよ、ね、はい、下がって1320とね、ということで、はい、これで A が完成なんですよ、固定資産台帳ね、よろしいですかね、はい、ということでね、もちろんこのね仕分けをねこうやってバーッと切っていっても一応出るんですよね、この仕分けからこれこの数字出るじゃないですか、それぞれね、これ6600ここですからね、うん、で、なんだっけ、累却、累却はこうですね、この2つ足したもんじゃないですか、660660ね、うん、そして、まあ、差し引きはいいですよね、で、当期の減価償却ね、まあ、これはもちろんこっちの、ね、金になりますけど、これ前期ですからね、これ当期ですけど、当期全く同じ仕分けありますからね、そしてこれ減価償却は660と660と足したもんでしょ、そうすると1320ですからね、うん、ということで一応ね仕分けをバーッと切る方法でも一応出るんですよ、これ出るんですけど、さっきも言ったようにね、こんな方でやってるとえらいことになりますからね、時間むちゃくちゃかかっちゃうんで、ね、だからこのタイムテーブルをね使うとね、仕分け切らなくて済むんですよ、要はね、仕分け切らないでタイムテーブルで済んでしまうといういわゆる受験テクニックなんですね、はい。ただ大事なことはね、ちゃんとこれが分かった上で使ってくださいね、うん、この仕分けがね、ちゃんと基本的な仕分けがね分かった上でこのタイムテーブルやらないと暗記になりますから、完璧にね、うん、そうすると全く応用が効かなくなりますからね、うん、それが一番怖いんでね、うん、だからね、まずはちゃんと理解してくださいね、知識をね、うん、それが大事前提ですからねはい、では次です。じゃあ今度 B 行きましょうかね、はい、あとは今日と一緒ですね、ワンパターンです。あと表を見ながらね、問題文の方を見ながら、ちょっとねどんどん書いていきますよ。はい、じゃあですね、皆さん自分が講師になったつもりでね、ちょっと僕が生徒になったつもりで、ちょっと皆さんブツブツとね、まあ、動画の前でこう僕に指示しながらちょっと書いていってくださいね。はい、じゃあお願いしますね。はい、じゃあまず何やるんですか。はい、まずこうやってタイムテーブル書きましたね、バーッと。はい、 OK です。次何やりましたっけ。はい、次は開始とですね終了をね書きましたよね。はい、したがって、これ14年ですか、14年の10月1日ね、まあ、これ開始、ちょっともう開始って書きませんからね。はい、そして、終了日が19年の、9月の30日ですよね。はい、まずこうやって書きましたね。はい、で次ですね、まあ、ちょっとこれで年数書いちゃいましょうか、これ5年ですか、5年ね、と書きまして、はい、で次何やりましたっけはい、次は当期ですよね。はい、ここにね、こう合わせると分かりやすいですよね、こうやってね、うん、ね、こうやってね、上とちょっと合わせてると分かりやすいですね。はい、で18年の4月1日から19年の3月31日でやりましたよね。はい、こんな感じで書きました。はい、で次何やりましたっけ。はい、次はね、まあ、年数とか掛け、年数を書きましたけど、ね、まあ、ここは確実に当期は1年ですけどね。で、これね、間違いやすくなりますよね。ここでちょっと間違いやすくなるんで、こっちからの方がいいですね。ここ近いじゃないですか。ね。19年の3月31日でしょ。で、ここが19年の3月、9月30日なんで、これ6ヶ月ですぐ出ちゃうんで、こっちまずやっちゃいますね。この場合はね。うん。で、さらに注意せなあかんのは、これ過月なんで、これ10月と4月でずれちゃってるんで、これ分かりづらくなっちゃうんでね、これ場合はですね、年数じゃなくて ヶ月でやりますね。そうするとこれ5年なんで60ヶ月ですね。ちょっとメモしましょう。60ヶ月で1年じゃなくてこれ12ヶ月ですね。一応メモしましょう、こうやってね。こっちはもう ヶ月でいきなりやってますから、6ヶ月ね、で12ヶ月で、そうするとここすぐ出ますよね。差し引きでいいんですよ、これ60ヶ月マイナスの6ヶ月マイナス12ヶ月でね、まあ、42ヶ月ですね、ということでね、まあ、こんな感じで書けばミスはなくなってきますね。うん、分かりやすいとこからどんどん埋めていけばいいんですね。はい、では次です。はい、次何やりましたっけ。はい、次はね、開始メモしましてね、はい、今回 B は6000ですよね。はい、でリース料総額が6480ですから、6480から6000引いて、まあ、480ですね。これが金利部分と
ちょっともう書きませんけどね、言葉書きませんけどね。はい、6480と。はい、で次何やりましたっけ。はい、で次は減価償却累計額ですよね。はい、そして防火を出しておくとね、いうことでした。はい、じゃあ減価償却計算しましょうか。そうすると、はい、今回はいくらですかね、6000ね、回ることの今回は1ヶ月使いましょうね、60で割ったって1ヶ月あたり出してね、で42ヶ月かければ出ますからね、そうすると4200と、ね、いうことで、こんな感じで利益出まして、で僕はね、まあ、差し引きで計算できると、6000マイナス4200と、それで1800とね、まあこんな感じして僕が計算できて、そして、当期の減価償却と、まあ、支払い利息ですけど、ね、減価償却費ね、うん、はい、でこれはあね、6000割る60ね、でかける12ヶ月ですからね、1年分が1200と、はい、ね、ということになりますし、はい、支払い利息ですね、まあ、プラス支払い利息と、ちょっともう書きませんよ。はい、そのリース料総額が今回6480ですよね、うん、で、割ることの、今回5年でしたっけね、うん、5年ですね、うん、すると、1296かな、はい、出まして、で1200を引いてあげると96かな、96ということで、はい、これが支払い利息と、ね、いうことです。いいですかね、これね、一応口頭でもう一回言っときますけどね、6480がリース料なんでね、割る5年でやって1年分出して、で1年分のね、リース料の支払いの総額からですね、まあ、減価償却に相当する、まあリース債務ですこれね、要はね、同じですからリース債務とね、リース債務に相当する、まあ、1200引いてあげるとね、支払い利息が出てくると、ね、いうこういうことですよね。はい、じゃあこれで、下書き完成しました。はい、じゃあ B の方ね、埋めていきましょうね。はい、じゃあどんどん言ってください。はい、じゃあ B のまず使途減価はいくらですか。はい、これは6000でしたね、6000ね。はい、じゃあ累計額はいくらですか。4200ですね。はい、で機種は、まあ、これで使っちゃいます、1800ですね。はい、で年間の減価償却は1200ね。はい、ということでね、これそのままふわーっとこのタイムテーブルを、これを書いていけばええー、というだけですね。楽ですよね、うん、だってこれ仕分けでね、もし仮にこれやる方法だったらね、これ42ヶ月分仕分けやんダメですからね、これね、えらいことですよこれね、うん、それからね、仕分け切らなくて済むというですね、受験テクニックです。はい、じゃあ次 C 行きましょうか。はい、じゃあまたね、皆さん講師になったつもりでね、僕に指示してくださいね。はい、じゃあ何やりましたっけ。はい、まず棒ですよね、タイムテーブル引っ張ると。はい、で次は、はい、開始と、終了ですよね。で開始が15年の4月1日で、終了が、21年の3月31日とね、こういう感じで書きましたね。はい、で次何やりましたっけ。まあ対応例ですね、一応こうやって計算しておきまして、今回は何年か、あれ今回6年かな、うん、今回6年ですね、ちょっとメモしておきましょう、6年ですと。はい、ほんで、当期書きましたね、ちょこれ合わせましょうかね、よいしょ、はい、これ合わせて、こことここですよね。これが14年の18年の4月1日、19年の3月31日。ね、これが当期ですよ、と。ね。はい、で、次何やりましたっけ。はい、か月、年数ですよね、それぞれね。まあ、1年、当期は1年。で、どっちでもいいんですけどね、この場合はね。分かりやすいですからね。あの、4月、4月なんで分かりやすいんで、まあ、3年ですぐ分かるじゃないですか、ね。だから別にこっちからやってもいいですよ。ね、はい、したがってぼっちく3年で、ここはね、そうすると6年から3年ずつ1年引いてもいいし、まあこれでも分かりやすいですね、19年と21年ですから2年ですよね、うん、ということでこうやって、まあこれはどちらでもいいです、自分は分かりやすければいいです、ね、あのこっちはね、 B の方はね、右側からやった方が分かりやすかったんですけど、まあこれはどちらでもいいです、あの要するに月がずれてると分かりづらいんでね、はい、これ月が同じだと分かりやすいですからね、それで OK ですよ。はい、じゃあ次です、何やりましたっけ。はい、これ取得減価ですね、C の方は7344ですよね。はい、で金利の方が、7920がリース料ですからね、引いてあげて7440576ですね。はい、ということで、で次何やりましたっけ。はい、累計額ですよね、と母価ですよね、累計と母価ですね。はい、いいですよね。じゃあ累計額計算しましょうか。はい、
そうそう、はい、7344割ることのですね、まあ、6年ですね。で、これ1年分ですからね。うん、で、これで3年ですから、かける3。で、3672かな。はい、ということで。3年分ね。さっき1年分でしたからね。もうすぐでしたけど、3年ですから、もちろんね。うん。ということで、ね、ちょっと注意してくださいね。はい、で、僕は引っ張ればいいです。7344マイナスの3672でね。3672ということですね。まあ、たまたまですけど、同じ金額になってます。ね、はい、で、次何やりましたっけ。はい、次、減価償却ですよね。はい。1年分の減価償却と。はい。で、もう一回、一応での、ダメ計算すると7344。割ることのね、まあ、6年で。まあ、一発で出ます。1224と。いうことですし、はい、支払い利息ですね。はい、どうしましたっけ。というと、まずリース料総額ですね、7920かな。で、割ることの6年でやってあげると、まず1年分出ましたよね。うん、で、そこからね、リース細部に相当するのが1224ですからね、まあ、減価償却と一緒なんでね、あと960ということでね、96ということで、こうなります。はい、じゃあね、C の方も見ましょうか。ね、はい、じゃあ、取得減価はいくらですか。はい、7344ですかね。はい、で、累計額は、はい、3672ですね。はい、そして、母価ですね、3672。はい、そして、当期の減価償却が、はい、1224ということでね、まあ、こんな感じでタイムテーブルをそのまま書けばええと、ね、いうことでした。はい、まあ、ここまではね、本当にワンパターンでいけました。では、いよいよね、まあ、D ですね。まあ、一番苦労したのはこれ D だと思うんですけどね。これは厄介ですよね。はい、以上、こうやって書きますけどね。はい、じゃあまずね、タイムテーブル書きまして、B と。はい。で、開始と終了ね、見ていきますけど、ね。D の方、あれ、いいのか。一番難しいのね。あ、でも、D だね。うん、D が難しいと思います。はい、じゃあ行きましょうかね。これはまずね、開始と終了ですね。まず16年のですね、4月1日と、こちらが24年のですね、3月31日ということでね、D の方がまずは、これは何年ですかね、8年かな。うん、まず8年ですね。こっちかか、8年ね。ここと、ここは8年ですと。いいですね、8年ね。はい。で、次ですね。で、当期書きましょうか。とりあえずね。18年の4月1日、19年の3月31日というね、まあ、当期は特に問題なく、ね、まあ、こう1年と。ね。書きまして。で、これどっちからしましょうか。まあ、どちらでもいいですね。うん。まあ、こっちにしましょうか。2年ですよね。2年経ってますと。で、あと差し引きでね。5年かな。5年と。2年、1年、5年ということでね、まあ、全部で8年ということで D は書きました。はい、まあ、ここまでいいでしょう。問題ここからですよね。はい、ひとまずね、今回まあ火災のね話がありましたけどね、とりあえず1回それを置いておいて、3台のねまとめたやつをちょっと1回書いちゃいましょうね。で、そうしますとね、開始したのが今回は、はい、2万1、飛んで160かなね、と2万トンで160が取得原価で、で、2万3000トンで40からですね、2万トンで160ですから、2880がですね、まあ、金利ということで、こんな感じで書いてきました。ね、ただね、ちょっとあと ここ書きますからね、ちょっと開けておきましょう。ね、これ3台分、3台分です。はい、よろしいですかね。まあ、一応、これ3台分ね。3台分ということです。はい。で、次ですね。まあ、減価償却累計額でしたよね。はい、累計と。まあ、これも3台分ね。はい、OK、探しておきましょう。はい。で、そうしますと、2万トンで160割ることのですね、8年かける2年かな。5000トンで40ですかね。はい、これ3台分ね。はい、で、次ですね。母価。これも3台分です。ひとまず3台ですね。はい、したがって、まあ、2万トンで160マイナスの5040ですね。はい、1万5120かな。そうですね。すいません。はい、ということで出ました。はい。で、ここからですよ。ね。
で今回ね、まあ、途中でこう火災が起こってるわけですよ。ね、どこについてしたっけ、火災が燃えちゃったっていうやつがね、資料のですね、カッコの2の丸2かな、うん、18年のね、10月1日に火災より1台が消失しちゃったって言ってですよ。まあ厄介ですねこれね。まあちょっと書いていきましょうか。18年のね、10月1日にこれ火災で燃えちゃったということで、まあ1台分ですね、燃えちゃったって言ってるわけですね。そうしますとね、まあここ6ヶ月分でね、まあここ6ヶ月分で一応こうやって書いていきますけど、こうやってね、うん、減価償却ね、まあこれ半年に1回ずつ本当はやってますからね、ちょっとめんどくさいんで1年分にちょっとしちゃったんですけど、ね、うん、本当は半年分ね、2回ですよ、ね、そうしますとね、これちょっと半年分でね、分けないといけませんね。こうやって、まず分けて、そしてですね、減価償却ですね、最初の半年は、これ3台分ですよね。最初の半年は3台分で、で次の半年は、2台分なんですね。燃えちゃってますから、ね、うん、だからここが3台分、こっちは2台分なんですよ。ここが鍵ね。はい、とこで区分けをしていきますね。でもちろんね、あとで利息も書きますけど、利息も3台分と2台分ですからね。はい、じゃあ、計算しましょうか。まず半年分の3台分いきましょうかね。これは別に普通に火災合ってませんからね。そうするとね、これは自分が分かりやすいに計算すればいいんですけどね。まあ、一応正方法でやりましょうか。2万トンで160が割ることですね。まあ、まず8年かな。8年で割ってあげると1年分普通に出ましたと。ね、でさらにですね、これは3台分ですからね。うん、3台分ですよね。で、しかも1年分ですから、まあ、割る2でいいですかね。割る2ってやってあげると、まあ、1260ですかね。はい、1260っていうのが、まあ、3台分のね、半年分の減価償却費ですよ。いいですよね。はい、そして、こちらちょっとやっちゃいましょうか。2台分ですね。2台分はね、これ3台分ですからね、割る3ってやってあげてですね、1台分出るじゃないですか。400、420ね、かける2ってやってあげると840ですぐ出ますからね。まあこんな感じで計算していただいても、もちろん全然結構です。これ2台分ね、うん、違う方法でも別にいいですよ。自分が分かりやすかったら何でもいいですからね。要するにこの数字が出ればいいんでね。はい、で次ですね。で支払い利息いきましょうか、ね、支払い利息もちょっと3台分とね、2台分ちょっと分けて、計算しておきますけど、ね、そうしますとね、今回はまず3台分からいきましょうか、ね、まあ、これは普通にね、利息料総額がいくらでしたっけ、ね、2万3000トンで40かな、はい、で割ることの、8年ですね。8年ね、はい、でそうするとね、まず2880というね、これ1年分のリース料の払うってやつが出ましたよね。で割る2でやってあげると半年分出ましたね。で、今回、リース債務に相当するのが1260ですからね、まあ、引っ張ってあげて180かな、はい、180というのはですね、こちら3台分の支払い利息半年分ですね。で2台分のね、支払い利息もね、まあ、この隣の1880か180をちょっとベースにしてね、計算しちゃうと楽なんでね、ちょっとそれでやっちゃいましょう。180割ることのこれ3台分ですから割る3、ね、で1台分60出ましたね。で2台分ですから120ってね、かけるんで2台分で120って計算してもいいですよ。これ3台分ですから、ね、でこれはね2台分ですからね。さっき減価償却計算したら両量でちょっと同じようにやりました。さっきも言いましたけど、この方法じゃなくていいですか、別にね、うん、自分が出せればいいですよ、問題ないですからね。はい、よろしいでしょうかね。でこれで一応下準備ができたんですよね。あ、まだできないですね。ここ3台分をこうちょっと2台分にしとくって、ちょっと下準備をしましょうかね。でそうしますとね、これ全部2台分にします。これ3台分3台分3台分になってますからね。ちょっと2台分の方に、ちょっとこれ2台分はカッコで書きますけど、これからね、うん、これ2台分の方を書きますよ。2台分ね、ちょっと2台分、まあ、2台分ということでね。はい、そうしますとね、2万トンで160割ることの 3×2 で1万3440かな、はい、というのがこれ2台分になるわけです。いいですよね、これの2台分ですからね。これ3台分、これ2台分です。はい、で累却も一緒です。はい、5000トンで40割ることの 3×2 で3360ですか、はい、というね、これが2台分の累計ね。で次ボカですね。はい、で1万トンで、1万5120割ることの 3×2 で、1万トンで、80ですね。これが2台分のボカです。
まあ、喧嘩集客がこんな感じで2台目も作りましたね。はい、まずここまで OK ですか。はい、で次ですね、もっとちょっと一回やっちゃいますけど、仕分けね、この時は変えてきますね。ちょっと色使いますね。まあ、もちろん本試験の時色使っちゃダメなんですけどね、うん、まあいっか、本試験と同じですか。ちょっと本試験黒しか使えないんでちょっと見づらいですけどね、ちょっと黒にしましょう。こうするといいか、ぐるぐるぐるにします。ここにね、この加算した時の仕分けをメモしとくんですよね。うん、複雑だからね。したがってですね、これはか、これ一応日付書きますよ。18年の10月1日のね、仕分けですよって一応書いておいて、で貸し方まずリース資産で減るじゃないですかね、燃えちゃったから、ね、これいくらになりますか。はい、これはね、取得原価の2万トンで160ですね。まあ割る3で、6720ですよね、1台分ですからね。うん、で、まあ取得完成層でやってますからね、したがって、資産が減って、借り方が累計額ですね、累計額ね、累計額ね。はい、でこれもですね、1台分ですよね。うん、したがってこれは1台分だけ減らしますから、これはあと2100かな。あ、そうですね、あのいいですかね、一応解決しますけどね。うん、あのすいませんね、3台分、うん、そうね。はい、とりあえず結論だけ借ります。2100ね、2100ですよ。はい、でこれはですね、ここまではね、生きてるんですよ、1台分ね。火災したのここですからね。ちゅうことは、この5000トンで40あるじゃないですか。これ3台分でしょ、2年分で使いました。でここですね、1260あるじゃないですか。これも3台分でしょ、だから半年分は使ったんですよ、ね、したがって5000トンで40とですね、1260、まあちょっと合算しますけど、5000トンで40とですね、1260合算しますと、これ6300になるんですね。うん、6300は3台分のですね、3台分の火災が発生するまでの、まあ、累計額なんですよ。そうですよね。でこのうち1台ですね、燃えちゃったって言ってるんで、割る3でね、やってあげると1台分出るでしょ。そうすると2100なんですよ、ね、でこれが累計額2100と出るとって、こういうことです。 OK ですかね。はい、であとは差し引きですね。6720マイナスの2100でですね、4620ということで、これがいわゆる乗客損ですね。今回ね、乗客損ということで書かれるわけです。よろしいですかね。はい、そしてですね、残りのね、リース債務をね、まあ、ここでいきなり全部払ったよってね、言ってますからね。はい、したがって、今回はですね、普通預金でね、ね、で、まあ、リース債務ですね、リムですね。はい、で、これは払ったということです。で、リース債務っていうのはね、さっき言ったように、これ、要するにこの母価とですかですね、あと減価償却と一緒ですからね、要するに利益と一緒なんで、ね、うん。したがって燃えた時点でのね、残高のリース債務を出したいんですけどね、そうするとね、まあ、これが要するにリース債務、ね、に絡んできますよね。したがって母価がですね、15120ですね、15120、こうね、この時点でね、3台分ね、うん、でマイナスのですね、まあ、1260引いてあげるとね、はい、まずね、13000、まあ、もう一回言いましょう。15120マイナスの、1260ですかね。うん、リース債務どんどん減ってますからね。はい、で13360かな。はい、と出ましてね。で、まあ、割る3ってやってあげると4620ですね。1台分です、これ。はい、まあ、こんな感じで。ね。はい。ね、これが残りのリース債務ってことですよ。ね。うん、この分はね、まあ、この時点、解散燃えちゃったって言った時に払ったよということです。よろしいですかね。はい。ちょっとこれ複雑だから、ちょっと式変えていきましょうか。一応念のためね。ここだけね、ちょっと式書きますよ。ね。ここの時点で、ね、要するにリース債務ですね。リース債務でしょ。このね、期首の時点でのリース債務ね。で、ここからマイナスのですね、1620、あ、1260ね。これを引いてあげて。これと3台分の1ですか、3分の1ね。まあこんな感じで。一応変えてきました、式をね。ここの出し方に。機種の時点での母価で、ね。うん。これです。15120ね。で、そこからね、まあ1260だけはね、リース料払いましたからね、すでにね。うん。そこからここまで残ってるんですよ。でも残ってるんだけど、火災で燃えちゃったから、いきなりこうでね、
残りのですね、5年プラス6ヶ月、まあ、5.5 年分ですね。これを要するに払ったとすれば、ね、これは、ね、5.5 年分の要するにあのリース料ですからね、うん、そっちの方が分かりやすいかな、割るかける5.5、ね、うん、ですかね、大丈夫ですかね、うん、はい、ということでね、全部のね、うん、すいませんね、うん、こっちも分かりやすいかな。ちょっともう一つ の、 じゃあかあの計算の仕方をしゃべりましょうか。ね、どういうことかというとね、ね、ちょっともう一つ書きます。ね、うん、ここね、まあ、ここで取得したじゃないですか。16年の4月1日ね。うん、で、1台分ですから、これはちょっと計算しましょうか。1万トンでね、2万トンで160ですね。割る3でね、まあ、6720、まあこれですよね、6720、ここに書いてあるんですね、6720ね、はい、で6720が要するにリースタイムじゃないですかね、リースタイムね、うん、そしてですね、これが要するにリース資産でもあるしリースタイムでもありますよね、うん、でこれ要するに8年分ですよね、うん、で、これをまあ8年で割ったって、ね、8年で割るとまあ1年分でじゃないですか、ね、まずね1年分で出るでしょ、ね、でこのうちですね、5.5 年分ですよ。ね。5.5 年分はまだ残ってますよね。ここで燃えちゃったから。ね。うん。したがって、イコール4620になるんですけど、4620になるんですけど、まあ同じです、これ、数字がね。こっちでやってもいいし、こっちでね、どちらでも自分が分かりやすいようにやってください。ね、うん。いいですかね。つまり1台分のですね、6720。ね。うん。これがリース債務。ここからここまでの8年分のリース債務ね、そしてここからここまでのですね、2年と6ヶ月、つまり 2.5 年分ですね、 2.5 年分はですねもう払ったわけです、ね、ところがここで燃えちゃったんで、ね、残りの 5.5 年分ですね、 5.5 年分が丸々残ってますよね、うん、丸々残ってるんだけどもリースの物件がなくなっちゃったんで、ね、リース会社の方にですねもうこれ全部払ってくださいと、ね、燃えちゃったから払ってくださいとね、ということでね、5.5 年分払ったってことよ、要は。いきなりね。それが今年わけですからね。借りからリース債務4620。貸し方と、普通預金が、4620っていうことなんですよ。OK ですかね。だからこれでやってもいいし、まあこっちでやって別にどちらでもいいです、別に。自分が分かりやすい方でやってください。ね。はい。よろしいですかね。まあ大変な問題でしたね、これね。はい。で、実はね、まあいいか。とりあえずね、こちら書いちゃいます。固定資産台帳いっちゃいます。ね、D の方ね、はい、じゃあ行きますよ。これはね、とってもこれ難しいんですけど、ここがポイントです。2019年の3月31日現在のって言ってるのがポイントなんですよね。ということはね、ここの時点ですね、この決算日時点で残っとるやつだけ書けって意味なんですよ、これね。そうするとね、2台分だけ書けってことなんですね。ね、難しいですね。2台分だけ書きなさいっていう意味なんですよ、これね。うん、したがってね、2台分は、機種の2台分はなんぼだってことなんですよ。ね。うん。そうするとね、今回は、2万トンで160じゃないんですよ、これ。ね。うん。機種は確かに3台分存在したんですよ。機種の場合はね。でもあくまで台帳は2台分、19年の3月31日現在の書きなさいって言われてるんで、ここは2台分なんですよ。だから13440書かなあかんんですよね。これが難しいですね。うん、はい、注意してくださいね。で、九州の母価ですね、利益額ですね、これもね、だから2台分なんですよ。こっちも2台分だから、こっちも2台分書かないとおかしいでしょ。したがって3360を書かなあかんという、こういうことなんですね。これはまた大変ですわ。まあ、これは差し引きなんでいいでしょう。ね、1万トンで80かな。いいですよね。はい、で当期の減価償却費ですよ。ね、はい、そうしますとね、これはね、まあ、半年分はね、3台分でしたけど、ね、すみません、イノシ、ね、でこれもね、基本的には2台分なんで、ね、うん、だからですね、当期の減価償却もですね、1680にせなあかんんですよ、大変ですよ、これまたね、ここ、注意してくださいね、うん、俺も一瞬間違えそうになりましたから、今ね、ここね、うん、これ3台分でしょ、これ2台分でしょ、これはいいんですよ。ね、ここも2台分で計算せなあかんんですよ。ね。うん。大変ですよ、これね。ちょっと脇に書いていきましょうかね。これね。2台分ね。
だいぶね、1600円下がる、840ね、ね、うっかりね、間違いやすいですよこれ、こうね、3台分のチョコレートかね、ただこことこうなんですよ、はね、こうね、あくまで2台分ですからね、2台分ですから、うん、だからここ3台分入れちゃっておかしいですもんね、対応しなくなっちゃうから、ね、ということなんです、はい。あとでも言いますけどね、あと皆さんもこう迷ったと思うんですけど、ここは多分一番難しいかな、うん、と思うんですけどね、まあ誕生の方はね全部ね3台分で取得原価だったら前期繰り越しね上げるっていうね、なりますけどね、あとでねちょっと前振りしておきましたけどね、うん、まあ大変ですよこの問題ね、うん、でここですね、除却損出るんですよこれ、実はここから先に出ちゃうんですこれね、うん、これが4620とね、ということで、はい、これなんですね。あ、こっちこれね。ということなんですね。まあテクニックとしてね、全部解けなくても部分点が取れるっていうのは実はこういうとこなんですけど、ただ今回はね、ここに関してはこれ自体が一番難しいんで、これ部分点もクソもないんでね、多分だからここはなかなか解けないと思うんですけどね。うん、が多分ほとんどの人ができなかったんじゃないかなこれね、うん、と思いますよ、ね、到達しませんもんだって、ね、そもそも D がね多分できた人がほとんどやったもんだよこれね、うん、これ日照一級生でもできないですよおそらくね、会計士どうやろう、担当試験微妙だな、担当式中、うん、でもできないかもね、それから捨てもんですねこれね、完璧ねD が出てきた、あこれ D は捨てる捨てるっつってね、うん、だから捨てるかどうかの判断って感じですか、受験的にはね、うん、一応、まあ、僕はね、受験指導の講師としての立場なんで、これ喋ってますけど、今、解説で喋ってますけど、うん、まあ、現実問題としては、これ多分解けませんね、全然ね。うん、はい、じゃちょっと話もしますね。では次ですね。で、今度は、もう2つかな。はい、E と F ですね。はい、じゃあ E に行きましょうか。はい、E ね。はい、じゃあ気を取り直してね。はい、じゃあ行きましょう。はい、これどうでしたっけ？はい、タイムテーブルでしたね。じゃあ、バーッタイムテーブル書いて。はい、で、スタートがですね、今回が E の方が10年の10月1日ね、で、ね、終了がですね、今回は18年のね9月31日なんですね、とりあえず書いちゃいます、1回書いちゃいます、こうやって念のためね1回書いちゃいます、そしてね、まあいっか、そしてよいしょ、当期書くじゃないですかね、で当期は18年の4月1日からね、19年の3月31日でしょ、まあこれはいいんですけど、これはいいんですけど、こんな感じでいいんですけど、これよく見るとこれもね、こんなの入ってるんですよね、だからこれ19年の3月31日が決算日なん で終わったのがこれ18年の9月30日じゃないですか、ということはこっちに入っちゃったんですよこれね、うん、ここですよ、要はね、18年のね9月30日に今終了なんですよ。ね。だから、あ、なんだこれ入ってるんだよ、入ってるんじゃんつって、気づいたら、これ消しゴムで消せるんで、この試験はね。こうやって消しちゃえばいいですよ、こうやって。ここまでだよ、つってね。半年分だよ、つって、消しちゃってください。一回書いてもらって結構です。ね。うん。そう。問題読んでる最中に気づくっていうのはなかなかちょっと難しいんでね。うん、本試験の緊張状態ですからね、うん、結構ルーティンワークみたいな感じで解いちゃうと思うんでね、うん、構いません、一回書いちゃってください、で書いちゃって気づいてから消してこうやって修正すればいいですから、ね、全然問題ないです、ね、はい、でこれが当期ですよということでね、でそうするとこれ6ヶ月で、ね、かけて、当期は6ヶ月でかけて、で新たにね、ここからここまでこれは8年でしたっけね、うん、8年ですから8年ね、うん、でこれ6ヶ月でしょ、だからこれ ヶ月で直しておいた方がいいんで96ヶ月って一応書いていきましょうかね、こうやってね、こんな感じで書いて、でここが90ヶ月ですから、そうするとね、こんな感じで書いていただければ結構です、ね、これ消しちゃうんですよ、要はね、途中まで書いてもらって結構なんですね、うん、そうするとまあミスがなくなりますから大丈夫ですね、綺麗になりますしね、タイムテールバーッと流しちゃって書いても別にいいんですよ、いいんだけども、ちょっとそうするとずれちゃうんでね、要するにここをね陶器にしたいんですよ、ここ陶器で拾うっていう形でしたいんでね、だからこうちょっと合わしたいんですよ、ね、ここ陶器の面積合わしたいんですよ、ね、
うん、ただね、この長さはどうでもいいですよね。ここからここまで2年だから12、24ヶ月分でしょ、本当だったら。で、ここは96ヶ月だからかなり長いですけど、でもね、ここの長さは別にいいんですよ。同じにしちゃってください。ね、ここの長さ自体を上記で、例えば、まあ、上記もちろん使えないですけど、使えないですけど、この試験はね。ここの長さ合わせる必要は全くないですからね。うん、下書きですから。ね。うん。OK ですかね。はい。では、次です。じゃあ、あとはどんどん今まで通りメモしていきましょう。はい。2万4000ですよね。はい。で、こんなのでしたっけ、金利部分はね。2万8800から2万4000引きますから、はい。4800ですか。はい。ということでね、まあ、こんな感じでくくりを。はい。入れまして、はい。次何やりましたっけ。はい。累計額でしてね。はい。累計額出すと。ね。はい。あと、一応書きましょうか。ボカンね。ボカンを出しておくと。ね、はい、したがって2万4000割る、96ヶ月でかける90ヶ月ね、そう2万2500ですかね。はい、こんな感じでいきますし、僕はね、まあ、さっぴりでもうやっちゃいましょう、ね、1500です。はい、まあこんな感じで出しますね。で、当期の減価償却ですね、まあ半年分しかありませんけど、そうすると2万4000割る 96×12 でね、まあ、3000と、まあ、今か月でやりましたけど、別に年数で割ってもいいですけど、あっとすいません、半年分だから1500だね、割る2ね、1500ということです。よろしいでしょうか、ね、いいですよね。2万4000割る 96×半年分、ね、1500ね、はい、か月でやっぱりですよね。年数でやると俺が今ちょっと間違いそうになったようになっちゃうので、か月だったらか月でやった方がいいでしょう、ね、はい。で、月ですね。で、支払い利息です。プラス支払い利息ね、はい。まあこれも同じようにやりましょうか。あ、取り数量総額28800、ね、で割る、これが何だっけ、96×6ヶ月分はね、はい、1800かな、はい、1800が6ヶ月分ですよね。でここから1500引きますから300かな、そうですね、まあ、300ということです。はい、よろしいでしょうか、ね、支払い利息300、ね、うん、6ヶ月分ですから、ね、はい。でこれでね、とりあえず E ができましたね。そしてね、ここのね、これは返却ですよね。返却のね、返却のちょっと仕分けも書いていきましょう。返却の仕分け書いていきますね。これも10月1日かな、10月1日に返却したって言ってますからね、書いていきます。はい。そうしますとね、貸方リース資産ですよね。で、これ2万4000と。で、借方ね、累計額ですよね。で、これもね、残存額ゼロのやつですからね、2万4000そのままです。はい、こんな感じで、これは普通に返却した時の仕分けですよ。はい。で、固定資産台帳ですけど、これ書きませんよね。ね、書きませんよね。うん。これ、括弧になってるのはね、これ書かせよう、書かせようっていうね、惑わせようっていうことで書いたんですよね、おそらくね、主催者が。でも、惑わされちゃダメですよ。ね、基本的にね、まあ、ここにね、日にち書いたから大事だと思うんですけど、ね、うん。これ、あくまでさっき言ったように、これ、19年のね、3月31日現在の台帳ですからね。うん。ね、従って、もう E の方は存在しませんからね。うん。E の方はもうなくなっちゃってますから、これで、ここでストップしちゃってますからね、3月31日現在ではありませんから、ね、さっき消しちゃったよね、うん、だからこの E は書かなくていいんですよ、台帳にはね、こっちの台帳にはね、うん、勘定には書きますけどね、うん、ということで、ここちょっと気をつけてくださいね。はい。ではラストです。今度 F ですね。で、 F はね、問題文の方に書いてありました。はい。問題文の資料の丸なんだ、これは F かな、あ、丸 F じゃねえ、丸1ですね。はい。したがってね、これはね、まあ、一応ここに F って書きますけど、18年の10月1日からスタートしたんですよ。だからここね、合わせると分かりやすいですよ。ここね、ここからスタートですからね。18年の10月1日でスタートして、で、これが開始で、で、これがガーッときてね、あとはもう終了で合わせますけど、ね、終了でしたっけ、これは、26年か。26年の9月の30日ですよね。まあこんな感じで。これ開始終了って書けばいいです。ここは合わせればいいんですよ。でここもね、ちょっと合わせていただきます。ね。そうするとね、これは、8年でしたっけね。うん、そうですね。これが8年ですよ、となってて。で、当期のですね、部分は、まあこれね、
時の消し候なんですけど、まあ存在してないですからね、あの期末だけ書けばいいですよ。これちょっとこうバーッと下ろしてここに合わせればいいですから、そうすると、はい、ここに19年の3月31日と書いていただいて、ここが冬季だよねということで、こんな感じで書けば OK です。ですかね。でこれは半年分でしょ、6ヶ月分ですね。で、ヶ月ですからね、まあこれもちょっとヶ月で計算しておきますけど、これ96ヶ月になるんで、ここが差し引きで90ヶ月ですか、残りね。はい、ということで下書き書きましょう。6ヶ月と90ヶ月って書きたいですね。はい、で、ここですよね、最初のね、ここの時点での今回は、ね、27,840 かな、取得減がね。はい、で金利の方が2,880ですかね、っていう感じでね、うん、書いておいてですね、ちょっとあの資料と違いますからね、もう文章で書かれてるんで気をつけてくださいね。はい、そして、累計、累計額じゃないね、今回はね、今回は減価償却費です、これ。ね、当期から買ってますからね。はい、したがって減価償却費を出しましょう。はい、したがって、27,840 ですね。で、割ることの、まあ、96×6ヶ月でね、1,740 かな、これ。そうですね。はい、減価償却費は1,740です。で、支払い利息ですね、プラス支払い利息。はい、これも半年分ですけど、リース料総額ですね、が、いくらでしたっけ、3万トンで720ね。で、割ることのは、96ヶ月かける6ヶ月でね、まあ、1920と出ますからね。で、これ半年分ね。で、そこから1740の累計、リースタイム分引きますと、180ですかね。うん、そうですね。はい、ということで、出ましたと。いうことです。はい、でこれもね、あのここの部分のちょっと開始のね仕分けをちょっとメモしておきましょう。10月1日の時ね、10月1日、要するに当期に関わる仕分け書いておくんですよ、こうやってね、メモでね、ちょっとイレギュラーな仕分けはね。はい、したがってこれは借り方リース資産ですよね、これが、はい、27,840、ね、で貸方リース債務27,840というね、まあこんな感じでね書かれるわけです。はい、よろしいでしょうかね。はい、これで下書きできまして、そして、固定資産台帳ですよね、ここですよね、この括弧ね。はい、これが要するに機械の F ですよ、要はね、機械、ちょっとすみません小さくてね、でこれが8年かな。はい、機械 F で8年ってメモしていただいて、あとはね、あのタイムテーブルのこれを使って書いていけばいいだけですけどね、取得減がこれで27,840ですね、27,840とね。ただし今回はね、あの当期から買ってますから消しの累計はありませんね、ゼロです。はい、したがってそのまま27,840とね、いうことですね。はい、でそして、当期の減価償却費がですね、こっちが1740かな。はい、1740と。はい、ということでね、これはねそのまま埋まります。はい、これで固定資産台帳が完成いたしました。はい、厄介でしたけどね、特に D ですよね、とんでもない目に遭いましたけどね、ね、これで、台帳は終わりです。はい、で次はですね、いよいよこの勘定の方を埋めていくということになります。はい、はい、ではですね、次は勘定のね転記に行きたいんですけどもね、まずですね、このタイムテーブルから、ね、埋め方をね、説明してきたと思います。はい、じゃあ行きましょうか。まずね、リース資産ということでね、ちょっとこれも白紙からやりますからね、じっくりとね僕と真似をしてやってください。はい、じゃあ行きましょう。まずですね、リース資産なんですけど、当期がですね、まあ、18年のね、4月1日ですからね、まあ、ちょっと略させてくださいね、18年4月ね。で前期繰越ですよね、前期繰越、ちょっとまず前繰りと書かせてください、前期繰越ですよ。でこの金額ですけど、はい、これはここですよね、まずは、ね、A の方ですよね、取得減価6600プラス6000プラス7344プラス2万トンで160、これ3台分ですからね。はい、そして E の方が2万4000ということでね、6万4100トンで4ということです。前期繰越しだね。
はい、これ3台分ですからね。一応これちょっと色を塗りましょうかね。これですね、今やったのはこうですからね。ここね、いうことですからね。これはもちろん入りませんよ。陶器の機種の時点ね、陶器の機種の時点に存在する、つまりこのですね、18年の4月1日の時点に存在するリース資産ですからね。そうするとこれ3台分存在してますからね。台帳は違いますからね。台帳はさっき言ったように、これ19年の3月31日現在に存在するやつを書きなさいって言われてるんで、これ2台分だったんですけどね。勘定はね、違いますからね。台帳じゃありませんからね。だから18年の4月1日の時点でのリースさんの存在の数字を書きなさいって言うんですからね。だからこの数字になります。いいですかね。あ、ここはちょっとね違うんで難しいんですよね。はい、では次です。じゃあ今度はね、リース資産の減価償却費、累却いきましょうか。はい、18年の4月1日ですね。はい、の前期繰越です。はい、この数字を出しましょうかね。はい、そうするとね、まあ、これもいいですよね。そこ累計額の全部これ他社いうわけですからね、全部ね。はい、従って、累計額もですね、1320プラス4200プラス3672プラス、ここですね、これも3台分ね、5000トンで40プラス22500ですか。はい、ということで36732ということでね、はい、ここが出てくるわけです。はい、よろしいでしょうかね。で、一応これも念のため書いておきますけどね、こうですからね。これちょっと四角にしましょうか。累計額3段分の累計額とね、ですね。四角で囲ったところをね、全部集計していけば OK だったということです。こういうことですね。はい、そしてね、まあ難しいのはこうだったと思うんですけど、リース債務ですね。まあこのね、前期繰越ですけど、18年の4月1日時点でのね、前期繰越ですけど、はい、これはいくらですかっていうと、結論から言ってみますね。ここの数字ですけど、はい、これはですね、このリース資産ありますよね。リース資産の金額を分けたものですね。このリース資産の金額を分けたものなんで、ここの数字はですね、この64100トンで4からですね、36732を引けば出ます。これが結論です。はい、下がって64100トンで4マイナスの36732で、これが27372です。27372というのが回答です。 OK ですかね。これが結論ね。これが結論です。はい、で一応念のため解説をします。理由ね、解説しますよね。でその時のね、一応前振りで実はこれ仕分け脇に書いたんですよ、これ実はね。どういうことかというとね、これ今 A じゃないですか。 A だけね、これね、 A だけなんですけど、 A だけでね、ちょっとこの3つのね、勘定をちょっとか、関連性をね、ちょっとお話ししますよ。はい、これちょっと前期だけで使っちゃいますけどね、これがリース資産ですよね。でこれが累計額ね。でこれがリース債務ってことでね、こんな感じで一応念のため改正しますかね。これちょっと転記するだけです。はい、そうするとね、これリース資産は6600じゃないですかね。リース資産は6600です、ね、で、累計額ですね。これ2回累計額でしょ。これ660と、こうやって660、減価償却費が累計額ですね。この2ついきますよね。で、リース債務ですね。はい、リース債務はまずね、ここに6600くるじゃないですか。リース開始時ですね。リース開始時です。だからこことこ対応してますよね。はい、しかしですね、2回これね、リース債務減らしてますよね。ただしこれ、まあ、累計額と同じ数字ですよ、これね。660と同じように、これも2回ですね、660が、まあ、減るわけですよ、こうやって。いいですよね。
はい、でそうしますとね、これで分かってくると思うんですけど、残高ちょっと計算しましょうかね。そうするとね、累計額の方は662回ですから、これで1320でしょ。1320でしょ。で、リース債務ですね、はい、これの方が6600からですね、2回660引かれますから、今のところ残高がですね、5280じゃないですか。貸し方のこの残高ね。いいですよね。はい。で、そうするとね、まあ、リース資産は動いてませんから、ね、このままですからね。うん。まあ、リース、こうですね。こんなイメージですか。図解です。ね。借り方の方に6600。ね。で、こっちは、累計額貸し方の方に1320。で、リース債務は貸し方の方ですから、でかいと、ね。貸し方の方が5280でかいですよね。そうするとどうでしょうか。はい。リース資産っていう6600っていうのはですね、累計額とリース債務の合計と一致してますよね。ね、何ていうのかというと、この数字っていうのはですね、はい、ここの数字と、ね、こっち、すみません、これ、もういいか。うん、ね、ここの数字ですね、要はね。うん、つまり、ちょっと改めて書きます。6600っていうのはですね、1320とですね、こう5280と一致してるよねってことですよ。そうですね。6600っていうのは累計額とリース債務の合計と一致するんですよ。こういうね、構造なんですね。うん。だから、ここからこれ引きゃ出てきたっていうことなんですよ。ね。難しいですね。うん。ということで、まあ一回こう折り返しちゃうとね、大したことないんですけどね。これ、普段の勉強の時にね、どういう勉強してるのかによって変わってくるんですけどね。うん。要するに単なる暗記でね、仕分けを覚えちゃえみたいな感じでやってるのか、それともね、T 環境にこういちいち転記をしてね、うん。ちゃんと構造を理解しながらやってるかによって全然変わってくるんですよ。ね。うん。あとでちょっとまたね、ここら辺の勉強の方も少し喋りますけどね、今回ちょっと解き方っていう話でやってるんでね、考え方、勉強の仕方っていう話をちょっとしてないんで、それちょっとね、どっかのタイミングで喋りますからね。はい。で、話戻しますね。で、そうしますとね、ここで分かったと思います。ね。うん。で、あとはね、時系列的にね、考えた方が分かりやすいんですけど、ね。どこから先やってもらってもいいんですけど、じゃあ、ここから行きましょうか。ね。じゃあ、リースさんからちょっと拾っていきましょうね。はい。で、あくまでこれ、当期のね、勘定ですから、当期のやつを拾っていくんですけど、はい。いきますよ。リース資産ね、ちょっと色変え決めましょうかね。リース資産ちょっとピンクで僕書きます、ね、リース資産関係のさっきメモした仕分け、当期の仕分けね、うん、を拾ってくるんですよ。そうするとどこにあります？はい、ここにありますよね。リース資産1個ね。で、ここにもあるじゃないですか、リース資産ね。うん。で、さらにここもありますよね。うん、ここがあるの3つあるんですよ、これ全部で。リース資産関係がね。OK ですかね。じゃあ次です。はい。じゃあこれをね、それぞれでですね、書けばいいのかっていうと、今回、ね、まあ、今回ですが、大体過去もそうなんですけど、これリース資産が、A、B、C、D、E、F、G、ん？じゃあ、A、B、C、D、E、F までか。はい。分かれてないですよね。まとまっちゃってるんですよ。ね。うん。したがってこれがですね、A から F までですね、まあこれも累計額もそうなんですけど、A から F までね、リース債務もね、A から F まで全部混ざっちゃってるんですよ、これ。ね。したがってですね、ここの仕分けがこう混ざっちゃってるって考えないといけないんですよ。基本的には。ね。したがって貸し方同士はね、まあこれちょっと同じ日付ですから、ね、同じ日付なんでもう混ざっちゃってるって考えじゃん。もちろんね。違う日付だったらもちろん混ざってないんですけど、ね。同じ日付だったら混ざっちゃってるって考えないといけないんで、ね。だから、この2つはですね、この2つは足せないといけないんですよ、要は。ね。従って、先にちょっと貸し方からやっちゃいますけど、ね。ですね、18年の10月1日はですね、6720とですね、プラス、2万4000ですか。これ足した3万7000、3万トンで720か。3万トンでですね、720って書かないと、まあいけないわけですよ。ね。開通時に食事って書いてあるんでね、以上ヒントですけどね。うん。OK ですか？ここの数字足したもん、そこね。足したもんね。うん。同じ日付ですから。ね。そして、相手勘定を食事と考えるってことですよね。食事と考える。OK ですか？本当はですよ。本当はね、リース3、ABC っつって、こうやって T 勘定バラバラに書いた方が分かりやすいんですけど、ね。うん。
回答紙が混ざっちゃってるんで、ね、これ混ざっちゃってるって考えて転記をやってるんですよ。だ本当はね、これはまあ確かに触診なんですけど、こっちね、これ触診ありませんからね。相手が累客なんで、ね、本当は累客って書けばいいんですよ。だこれ本当は2つに書いた方がいいんですけど、ね、本当はね、これ D の部分とね、E の部分つって2つに分けてね。うん、で、こちら D の部分は別に触診でいいんですけど、ね、E の部分は触診じゃなくてね、これ相手勘定、リース債務、減価償却、累客って書くべきですよ、本当はね。うん、でもね、ちょっと回答紙見ると混ざっちゃってるんで、触診ってやっちゃってるんで、ね、だから、ああ、この出題者はね、ちょっとこの2つを足しちゃってくれって言ってんだなっていうふうに自分で推測するんですよ。ね、まあ、この辺は受験のね、出題者の立場に立つってことですよ。ね、これも結構大事なんですけどね、試験の時はね、出題者の立場に立ちます。自分のね、考え方だけでやるんじゃなくて、出題者の立場に立って、本当はこう思うんだけど、自分は。でもこれ、この問題出した人は、多分こういうふうに解いてくれって言ってんだろうなって、相手のことをですね、まあ、要するに忖度ですよね、うん、して解かないといけないんですよ、試験っていうのはね。うん、まあいいかないか別だしね。はい、ということで、今回は触診って回答紙に書いてあったんで、まあしょうがねえからね、これちょっとまとめて出すかみたいな感じ、ね、この2つまとめて出すかみたいな感じで解かないといけなかったってことなんです。はい、よろしいでしょうかね。では次ですね、今度はもう一つありましたね、まあ、買ってきましたよってやつですね、うん、これも10月1日です。はい、したがって18年の10月1日ですね。これはいいですよね。これは1個しかないんで、相手勘定のリース債務を書きゃええということです。あ、ちょっと略してリムにしちゃいますかね。リムの、27,840 ね。まあ、リム、なんかリーブステーキでうまそうな名前ですけどね。うん、まあいいや。はい、27,840 と、ね、いうことでした。これをね、転記しただけです。はい。ではですね、ここまで終わったら、あとはね、何やりましたっけっていうと、締め切りですよね。締め切りでした。はい、したがってね、ちょっと締め切っちゃいますよ。64,000、飛んで104プラス27,840でね、まあ、合計が、91,944とね、うん、ですよね。これです。はい。であとはね、時期繰り越しですよね。19年の3月31日時期繰り越し、まあ、ちょっと時繰りしちゃいますけど、時繰りね。はい。したがって、ここからね、サマトで、720引けばいいです。 61,224 ですか。はい、これがね、時期繰り越すということで出てきましたと。はい、これが締め切りですね。まあ本当はすぐさま逆側にね、前期繰り越しね、19年の4月1日前期繰り越しってもちろん書くんですけどね、それが英米式なんですけど、ね、まあそれは省略されてますからね、ここでストップで結構です。はい、では次です。じゃあ累計額次いきましょうか。はい、これもね、同じように見ていくんですけど、まあ、累計額はね、基本的にね、まずこれ半年に1回ね、減価償却やってますから、この問題ね、うん、その時系列で考えていただくといいと思いますよ。はい、そうするとね、一発目に出てくる累計額はですね、18年の、9月の30日ですよね。はい、したがって、18年の9月30日ですね、ここにまず減価償却と、でこれ相手勘定減価償却費ですよね。ね、いいですよね。はい、で、次ですけど、ね、ここからまあ集計していきます。ただ、今回1年分になってますからね、注意していてくださいね。はい、1320ですね。で、割る2ですよね。割る2。はい、の660ね。そして、1200割る2。ね。で、600ね。で、1224割る2、ね。そうすると612ですね。半年分ですからね。そして、D の方はね、これはいいですよね。D の方はもう1260そのままです。で、E の方ですね。これも1500そのままです。はい。で、F は存在してませんから、最初はね。だこれの合計で結構ですよ。そうすると4632かな。はい。4632というのがですね、1回目のね、減価償却費の合計ということです。はい。よろしいですかね。はい。まあ、大丈夫ですよね。ここは半年分、この半年分、この半年分、ね、あとこれそのまんま丸々、ね。で、これそのまんま丸々ということですからね。はい、では次ですね。で今度はね、なんだ、19年の3月31日やりたいんですけど、その前にね、乗客してます、燃えちゃってますからね、累計額、はい、ここありますね。ここあります。はい、したがってちょっとこれで緑で書きましょうか、ね、累計額緑にします、ね、減価償却累計額動くやつはね、はい、そうするとこうですね、累計額動いてます、こう動いてますか、2つ動いてますか、
うん、そうですね。はい、したがってね、この2つ足した、これどっちも10月1日ですからね。はい、したがって借り方ですね、18年の10月1日ということで、これは食地ですかね、うん、この場合もね。はい、したがって食地ということで、まとめてくれてますかね、食地ということで、2100とプラス2万4000ですから、はい、2万6100円ですかね。はい、ということで、こことここ2つ足したことを、はい、ここに借りたということです。はい、よろしいでしょうかね。で、次ですね、あ、すいません、ちょっと間違ってた、こちら、こう書くの間違っちゃってましたね、こっちです、すいません、すいません、よいしょ、すいませんね。減価償却期4632と、はい、ちょっとすいません、消します。はい、こうですね、うん、よろしいでしょうかね。で、次ですね、今度はこれ19年の3月31日ということでね、まあ、ちょんちょんで結構ですけどね、うん、あの簿記の場合はね、あの日付のちょんちょん絶対ダメなんですけど、あの日付じゃね、あの金額のちょんちょんは絶対ダメなんですけど、ね、まあ、日付とね、勘定項目は別に、あの上が合ってればちょんちょんで結構ですからね、うん、ちょんちょんで間違いじゃないですよ、ね。はい、じゃあここ行きましょうか、ね。はい、じゃあここはどうやって計算しますかと、まあ、基本的にさっきと一緒なんですけど、1320のですね、まあ、半分ですから、半年分ですから割る2、そして、ね、1200、1年分ですから割る2で600ですね。で、1224割る2、1年分ですから割る2ね。まあ、この場合で一緒ですよ。はい。で、D ですよね。D は気をつけなあかんですよ。2台分しかありませんから、840ですからね。はい。そして、E の方はもうなくなってますからなし。ただし F ですよね。F がそのまま半年分ですから、1740でね。はい。で、合計しますと、4452かな。はい。たがって4452と。ね。いうのが、もう残りの半分、半年分ですね。はい、ということでした。はい、よろしいでしょうか。ね。で、あとは、締め切りですね。はい、じゃあ締め切りましょうか。ね。36,732 プラス4,632プラス4,052ですね。はい、45,816と。ね。いうのが合計ですね。でそこからマイナスの26,100円引きますと、19,716 かな。そうですね。はい、これが時期繰り越しということで、19年の3月31日の時期繰り越しということです。はい。よろしいでしょうかね。はい。で、あとはね、締め切りをしましょう。はい、45,816と。はい、こうです。いいですかね。はい。では、次ですね。今度はね、リース債務いきましょうか。ね。で、リース債務もね、まあ、同じように、減価償却の時にね、セットで、基本的にやってますから、ね、半年に1回はね、必ずこう、リース債務減ってきますよね。うん。したがってね、まず1回目、18年のね、9月の30日にね、まず1回目減りますからね、はい、それをここにやってきますけど、まあ、相手勘定はいいです。普通預金ですよね。うん。まあ、ここに仕分けあるから分かりやすいですからね。これちょっと使っちゃいましょうか、参考に。数字は全然違いますけどね。形は変わってませんからね。リース債務、ね、の相手勘定、これ、当然、普通預金ですからね。これ普通預金と。ちょっと風用にしますけどね。うん。で、金額はね、あとは拾っていくんですけど、一応成功法でいきましょうか。ね。そうしますとね、今回、金額をね、拾っていくにあたってはですね、リース債務ですね。あ、ここですよね。うん。半年分ですよ、要は。ね。うん。で、実はですね。うん。まあ、いいか。とりあえず行っちゃおうか。ね。ここ同じなんですよ、累計額と。こっちこっち。一緒でしょ、これ。リース債務と累計額同じじゃないですか。こっちも一緒でしょ、こっち。全く同じなんですよ。ね。うん。したがって、何が言いたいのかというと、ここね、同じになるんですよ。金額自体は。こことここがね。だから、ここ4632になりますから。これでもいいでしょうね。うん、この仕分けの性質さえ分かっていれば、ここですよね。ここですよ。イメージはここです。ね。まあ、ここも同じなんですけど。同じじゃないですか。ね。累計額とリース債も一緒でしょ。ね。うん。ただ、借り方、貸し方もちょっと違いますけどね。こっちは貸し方。累計額か貸し方。リース債は借り方ですけどね。ここ同じなんですよ。ね、うん、よろしいですかね。はい、だからこれ使っちゃって結構です、もう埋めるときはね、うん、
ただこれもね、今テクニックなんですけど、ちゃんとこの仕分けは分かってる前提ですからね。仕分けは分かってないとこれ使っちゃダメですよ。あくまでね、暗記になっちゃうんでね。はい。ということで、これはちょっと今テクニック使っちゃいました。はい。じゃあ次です。で、時系列的に見るとですね、リース債務ですけど、ちょっとじゃあ橙色使っちゃおうかな。はい。リース債務ね。もうちょっと橙色。まあ、いっか。ちょっと黄色にしましょう。これはちょっと同じっていう意味で使いたかったんで、代々しちゃいましたけど、ちょっと黄色にします。リース債務ね、ちょっと黄色で拾いましょう。はい、そうしますとね、リース債務は、ここにありますよね。ここにリース債務。ここにも、これもか。ここにあるんですよ、リース債務ね。借り方と貸し方ね。で、これが10月1日。で、こっちも10月、うん、そうやね。これ同じ日付ね、10月1日ですよね。はい、したがって2つ書きゃいいわけです。10月1日はね。じゃあ、借り方からいきましょうか。はい、18年のですね、10月1日。で、これ相手勘定は普通預金かな。うん、そうですね。で、これも普通預金です。ね。これ普通預金ですから、相手勘定。ただ燃えちゃってね、いきなり払ったよってやつですからね。上の普通預金って意味が違いますからね。うん。こっちの普通預金は普通にこうね、半年に1回のよう払う、ね、リース料ですからね。こっちはもう燃えちゃったからいきなり全部払っちゃったってやつですからね。全然意味が違いますから、注意してくださいね。勘定科目と同じでもね。はい。で、これ買いましたね。これやりました。はい。で、あとこれやりましょうか。同じ日付でね。今度は貸し方です。はい。18年の10月1日ね。で、これはリース資産ですかね。相手勘定ね。リース資産と。リース資産ね。いくらでしたっけ ?27,840 かな。はい。ということでね。よかったということです。これをね、転記しました。はい、よろしいでしょうか。ね。で、あとね、もう一回来ますよね。もう一回19年の3月31日にリース料の支払いが来ますからね。まあ、この時も同じですけど、これも一緒です。結構ですよ。ね、これも一緒ですから。ここも納得の日になるんで、ちょっとテクニックで使っちゃいましょう。4,452 ね。ということで、これ同じですからね。ね。はい。では、締め切りしましょうか。ね、でそうしますと、まあ、ちょっと日付も同じなんでね、ちょんちょんしちゃいますよ。ただ、時期繰り越しね。はい、そうしますと、27,372 プラス27,840ですね。そうすると、これ55,212かな。はい、ということで、貸し方の合計が出ますし、はい、で借り方の方ですね、これも55,212になりますからね、これで最初書いちゃって、あとはさっぴけばいいですよ。4632マイナスの4620マイナスの4452ですね。はい、そうすると41,500トンで8ですか。はい、ということで、出ました。時期繰り越しの数字も出ましたということです。はい、よろしいですかね。うん。で、最後にね、支払い利息だけ出して終わりにしましょう。はい。で、支払い利息ですけどね、これもね、タイムテーブルから、さっきメモしといたんでね、ここにありますからね。はい、これちょっと拾っていくだけです。したがってね、ちょっと支払い利息はちょっと青にしますかね。同期の支払い利息ちょっと青にしますよ。そこですよね。ちょっと先に塗っちゃいます、ここね。支払い利息、支払い利息ってね、書いてあるやつですね。まあ、同期ですから、これちょっと全部ですかね。はい、支払い利息、支払い利息、支払い利息とね。いうことで、集計していけば、ということです。はい。じゃあ、埋めていきましょうか。ね。そうすると、最初は120ですね。プラス、96。プラス、96。はい。プラス、こっちは180プラス、120ですね。最後は、300プラス、180かな。はい。そうしますと、1000トンで92かな。はい。ということで、これが1000トンで92と。ね。いうふうになるわけです。よろしいですかね。さっきね、タイムテーブルで支払い利息ってメモしたところ全部足しただけですからね。はい。ということで、こちらのね、問題の方が完成いたしました。はい。大変でしたね、これね。うん。ものすごく大変です。ね。うん。で、このですね、問題はですね、まあ、非常にこう難しいんで、はっきり言ってね、まあ、ほぼできないと思います。部分点取るしかないですが、はっきり言ってね、この場合はね。うん。ただね、やっぱりね、ちょっと基本的にね、内容自体はやっぱ一個一個は基本なんですよ。ね、一個一個はね、基本です。まあちょっとね、D はかなり難しいですけど、ね、内容は一個一個は今ね、やってもらって分かった通り、基本なんですよね。うん。そこでね、この手のね、タイプが出てきたらですね、結構苦手な方多いんですよ。ね。
うん、で、なんで苦手かっていうですね、実は理由がありましてね、うん、でその理由をね、ちょっとね次少しねお話をしていきたいんですよ、ね、つまりですねこれからの話はねまたこういったタイプですね、この第2問ね、第157回の二所簿記に行くこの第2問、例えばリース会計みたいな問題がですね出てきた、まあ、外貨とかね商品売買とかでこのパターンあったじゃないですか、ね、有価証券とかあったでしょ、このパターンが出てきた時にもですね、うん、こう解けるようにね、要するに応用問題が解けるようにとね、うん、基本問題ね、テキストの基本問題は、まあ、こういうのはよく分かってできるんだけども、なんかちょっとこう過去問とか本試験とかになっちまうとなんかできなくなっちゃうんだよねっていうあなたですね、うん、そのあなたのためにですね、じゃあどういうふうにね、普段の勉強していけばいいのか、ね、そしてどういうところをですね、マスターしていけばちゃんと勉強習得していけばいいのかっていう話をですねちょっと次にしていきたいと思います。 OK ですかね、はい、じゃあね、続きねちょっと少し書きながらねお話ししていきますよ。はいはい、サブラ塾の後藤です。それではですね、157回の第二所簿記2級の第2問のですねリース会計というのをですね今たっぷりとね解説1時間ぐらいかけてしてきましたけども、その続きとしてですね、なぜですねこういったタイプの複雑な問題になりますとねできなくなってしまうのかというですねちょっと話をしていきましょう。はい、つまり表題はこちらになります。なぜテキストの基本問題はできるのに過去問や本試験になるとできなくなってしまうのかというですね、こちらの話をしていきたいと思います。はい、であくまでね基本的に二所簿記2級の第157回の第2問のですねリース会計をベースにしたお話にはなるんですけども、全部に通用しますね。二所簿記1級2級3級でリース会計以外にもね、そういった問題いっぱいありますからね、対応しますんでぜひね、これに、バシッと合ってる方はですねじっくりとお聞きください。はい、じゃあ行きましょう。まずですねこれ知識はねであるっていう前提なんですよね。したがってねちょっと図書くんですけど、基本的にはですね、まあ、インプットがありますね。インプットね、そしてアウトプットがあるんですけどね。でこれどういうことかというと、インプットっていうのはですね要するに講義なんですよね。まあ講義とか本とかね、まあ、学校行ってる方は講義ですよね。まあ、または本ですよね。独学者の方は本ですね。はい。などで、まあ、基本知識をまず習得しますよね。普通にインプットです。ね。そして本試験受けに行ってですね、アウトプット、つまり答案に書くんですけど、ここでまあ点数ですよね。ね、答案に書きますからね、アウトプットはね。まあ、点数なんですよ。OK ですかね。そしてですね、インプットは、まあ大体大丈夫だと。ね。まあほぼ100点だと。基本知識はできると。ね。うん。だから例えばね、このリースの問題だったら、まあ利子抜き法とかですね、まあ定額法、あと残存額ゼロのケースとかね、ありましたけどね。それはまあ普通に仕分け切れると。ね。利子抜き法の場合とか、利子込み法の場合とかね。うん、あと所有権移転する場合とか移転しない場合とかですね、そういったものはね、もう大丈夫だと、ね、テキストの基本レベルですからね。ところがどこですね、この157回の第2問みたいな問題が出てくるとですね、もう途端にできなくなっちゃってね、点数がもう0点やと、うん、ね、いうケースですよ。要はね、結構ね今回ちょっと0点の方も多いかも分かりませんよね、この第2問に関してね。うん、こういう状態ですよ。はね、どうですかね皆さんは、ね、もう大体基本問題は大丈夫なんだけど、仕分けやれって言われたら以上できんだけど、基本的な仕分けはね。でもなんか問題過去問になると、特にこの二所簿記2級で言ったら第2問のね、ちょっとなんか157回とかね、まあ、あるじゃないですか、いろいろリリース限らずね、外貨建てとかね、商品売買とか有価証券とかね、そういったものになるとなんか途端に全くできなくなっちゃうんだよっていう方が多いと思うんですよね。うん、でこれ実は原因がありましてね、こういうことなんです。つまりですね、インプットはほぼ100点なんですよ。でもアウトプットは0点なんですよね。うん。ということは、ここのですね、間にあるものがあるんですけどね。うん。インプットして、まあなんかをして、そして、アウトプットってことでね、まあここの部分があるんですけど、これが何かというと、これ変換なんですよね。変換なんですよ。ね。うん。つまりですね、インプットした知識をですね、変換させるんですよ。つまり
点数取れるように変換させるんです、要は。ね。うん。これがすごく大事なんです。OK ですかね。はい。そしてね、変換するにあたってはですね、まあ、結論からいくと、これはまあ下書き作りなんですよ、要はね。下書き。ね。いかに下書きを作れるかどうかと。ね。いうことがポイントでしてね。うん。で、さっき僕が一生懸命作ってた下書き、これですからね。これが要するに下書きですよね。まあ、この前の動画でね、たっぷりとお話してきた、リース会計のね、解説なんですけど。まあ、これです、要は。ね。これが下書きです。ね。まあ、これが要するに次元テクニックね。はい。ってことでした。はい。で、次ですね。で、それが書ければいいんですけど、書ければいいんですけど、ね。うん。これをね、まあ、例えば暗記しちゃったりね。うん、もっと言うと、これ全然作んないと。ね。下書きを全然作んないで、頭の中だけでやろうとすると。ね。うん。それだとね、まあ簡単なね、基本問題の仕上げだったら解けますよ。ね。解けますけど、まあ無理ですよね。こういったタイプになってきちゃったね。157回の第2問みたいなタイプになると、まあ手も足も出ませんよ。ね。やっぱ下書き書かないとね。うん。しかしね、まあ苦し紛れにちょっと下書きをいろいろ作ってみてもですね、この下書きが何のためにその下書き作ってんのとかね。この数字は何のためにこの数字を使ったのとか書いたのとかね。なんでこの下書きのこの1はですね、タイムテーブルの例えばこのね、1は、これは何でここに書いてあって、何でここに書いてあって、なんでこのね、仕分けをちょっとメモするんだとかね。そういうのがちゃんと分かってないと、下書き作っても暗記になっちゃうんですよ。ね。そうするとね、応用力が全くなくなるんですよね。つまり、同じ問題しか解けないんですよ。ね、もっと言うと同じような問題しか解けなくなっちゃって、ね、ちょっとひねられると何もできなくなっちゃうんですよね。なんかね、違う問題に見えちゃうんですよ、ひねられるとね。うん、同じなんですよ、本質は。ね、本質はリース会計って言ったら本質は同じですからね。テキストの基本問題ができるっていうことは、つまり知識がほぼ 100% っていうということはね、変換の仕方さえ間違えなければ満点取れるんですよ、余裕で。ね。うん、本当そうですよ。なんですけど、取れないんです。それは変換の仕方がわからない。もしくは、暗記しちゃってからなんですよ。通用しなくなっちゃってるんですよ。ね。OK ですかね。はい。したがってね、皆さんがですね、こういう状態の人ね、まあ知識はね、もうほぼ 100% なんだけども、ちょっと点数になんないんだよっていう方がですね、やるべきことは、ここなんですよ、要は。この変換の仕方ですよね。うん。変換の仕方をですね、しっかりと練習する必要があるんですよ、普段の勉強的にね。 OK ですかね。で、次ですね。じゃあどういう風にそもそも勉強すればいいのかってことですよ。これどうやってやるのってことですよね、勉強ね。ここなんですよ。ここが、まあ、独学ではまずほとんどね、わからないし、教わる人はいませんからね。うん、これ要するに独学ってのはこれ自分でやるんですからね。うん。だからここがいつまでたってもできないんですよね。で、苦しばきれにね、この下書きを暗記しちゃって、で、他のやつはできなくなっちゃう。これも同じようなもんで解けるんだけど、他のやつできなくなっちゃうっていうのは独学が多いパターンですよね。独学者でできる方もいるんですよ、これが。ね。もともと勉強上手い人ね、そういう人はね。子供の頃から勉強ばっかりやってるような人いるじゃないですか。ね。ちょっとこういう言い方するとね、語弊がありますけどね。うん。まあ、要するに秀才とか天才っていう人ね。場合は別にいいですよ。だってできんだもん、これが。自分で勝手に。ね。うん。だから、自分で勝手にというかね、そうやって勉強してたからね、上手い人に勉強を教わってたからね、小さい頃から。だからできるんですよ、大人なんて普通に。ね。だその人からするとね、全然ね、まあ、僕は勉強強者って呼んでるんですけど、その勉強強者の人からすると、なんでできるんだろうって不思議でしょうがないんですよね。なんかこんな簡単なことをつってね、別にこれ書けばいいじゃんつって、何をめんどくせえことやってんだとかね、いうふうにおそらく思っちゃうんですよね。うん。ところがね、勉強、僕も、昔は僕も含めた勉強弱者ですよね。その勉強弱者の場合は、これができないんですよ、要は。ね。これができないんです。これはできるんですよ。結構みんなね。インプットはできちゃうんですよ。まあ本読んだりね、すれば、真似すればできるんで、いいんですけどね。うん。これができないんですよね。変換ができないんですよ。変換ができないから、点数取れないんですよ。ね。うん。ということでね、悪循環になっちゃうんですね。じゃあ、どうやってやるのってことですよ。はい。これはね、もう今日で1個しかないんですけど、これは簿記の場合ですよ。すごく大事ですからね。しっかりとちょっと真似をしてね、書いていただきたいんですけど、こうやります。太字で書くか。ね。白紙から、
大事ですか？からね、白紙からですよ。何にも書いてない白紙の紙からやるんですからね。こういう紙ですからね、白紙です。ね、白紙から自分でですね、仕分けして転記するっていうことをやるんですよ。これなんです。基本的な勉強の仕方は。ね。白紙からね。白紙からなんです。こうちょっと強調していきます。ね。白紙から自分でですね。過去問を使ってもいいんですかね。過去問とか別に、基本問題は別に使わなくて、基本問題は別にいいんですけど、ね、できれば過去問ですよね。うん。過去問の方、ちょっと難しい過去問です。難しい過去問をですね、使って、白紙からです。白紙から自分で仕分けして転記するっていうことをやってみるんですよ。じっくりとね。時間は何ぼかかっても構いません。ね。時間はね、何ぼかかっても構いません。ね。それをやるんです。その代わり丁寧に丁寧に仕分けして転記。仕分けして転記っていうですね。それをやっていくんですよ。ね。逆に言うとそれしかないですね。まずは。勉強の方法として。めんどくさくてもね。はい。で、その上でね、その上でテクニックを磨くんですよ。その上でタイムテーブル作ったりですね、下書き作ったりっていうのを、学ぶんです。百歩譲ってこのタイムテーブルとかね、専門学校さんとかのね、本であったり、解説の動画とかやってて思うんですけどね、それで、やってたりします。僕もね、そうやってタイムテーブル書いて、さっき解説しましたからね、もちろんこれは。塗ってる時もあると思うんですよ。ただね、これだけやろうと思ってもね、やっぱり問題気になるとできなくなっちゃうからね、やっぱりまずいんですよ。まずここまで OK ですか？はい。で、次ですね。ちょっと今のこの動画はあくまで157回の二所向き日記の第二もちょっとベースに喋ってますからね。ちょっとそちらの方をベースにしながら、ちょっとお話をさせていただきますけど、これどういうことかっていうとですね、例えばこれは A のね、さっきの B 品の A 機械です。A、B 品ですね。これ仕分けしますけど、ね。この仕分けをね、A はまだ1年だからいいんだけどね。例えば B、B とか C とか D とかね、なってくると、このね、登記に至るまでがですね、すごく長かったりするんですよね。例えば、何でしたっけ、どうでもいいんだけど、たぶん B ですよね。B とかね、こちら、E に限ったらもう90ヶ月ですからね。90ヶ月分仕分けするってことになるんですよ。ね。やってください。ね、めんどくさくても。ね。90ヶ月分の仕分けやってください。ぜひ。ね。めんどくさくてもね。うん。はしょっちゃっていいです、別にね。勘定科目は別に省略して、別にね、書いちゃって構わないですからね。例えば、リース債務はリムとかね。リース債務はリーシーとかね。累計額累とかね。それは別に、こうやってはしょって全然構わないですけど。うん。その代わり、全部やってほしいんですよ。ね。その代わり、全部ね。やってほしいんです。ね。で、これね、実際僕作ったんですよ。実はね。うん。これ、僕の体験入学のね、ズームの個別指導のね、体験入学の、方からの実はご質問があったんですよ。この問題ね。これちょっと0点でした、みたいな感じでご質問があって、で、じゃあ分かりました、つってね、じゃあ体験入学やりましょうか、つって、ね、現時点だけど体験入学は2時間あたり5000円でね、させていただいてるんですけど、ズームのワンツーマンね。うん。で、その時に、僕は何やったかというと、じゃあ、1週間後にね、ちょっとご予約いただいたんで、じゃあ1週間後までにね、ちょっとこれ予習しておいてくださいということでね、僕ね、レジュメ自分で作ってお渡ししたんですよ。どういうレジュメかっていうと、これです。仕分けをね、うん。僕は仕分け書いたんですけど、ね、うん。90ヶ月分とかあったでしょ、さっきね。全部です。僕書きました、全部仕分け。で、金額の穴埋めだけなんです。ね、仕分けのフォーマットは僕が全部作りました。ね、うん。一個残らず全部仕分け書きました。全部で13ページぐらいになりましたけどね。この A4 サイズのね、紙が13枚ぐらいになったんですけど、全部で。ね。でも書きました、僕全部。ね。で、それをね、穴埋めにして、で、仕分けはとりあえず僕がやっといてね。あと T 勘定の方もね、総勘定元帳の方も一応空欄にしといて。ね。これちょっと穴埋めだけしといてくださいって僕送ったんですよ。1週間後ぐらいまでにね。うん、そう。そしたらね、その方はですね、インプットはもうほぼ完璧だったんでね、うん、できてました。ね、数字埋めろって言われてできたんですよ、簡単に。ね、それできてました、ってね。うん。そう。ただやっぱこれができなかったんですね。変換ができなかったんですよ。やっぱこの下書きの作り方がわかんないと。ね。だから点数にならなかったと。取れないと。いうことがお悩みだったんですよね。うん。
そこでね、僕がね、ご指導させていただいたのはですね、ぜひね、今回ちょっと僕が作りましたけど、つってね、この白紙からね、っていうのをちょっと僕が自分で作っちゃったんですけど、これぜひね、復習の時に白紙から全部やってくださいと。ね。そして、仕分けして天気。ね、仕分けして天気。ね。うん。というのをまずやっていただくと。ね。そしてね、ちょっとこれはなかなかね、ここの中だけでは、ちょっと、難しいんですけど、伝える難しいんですけどね。帳簿上とね、帳簿外の区別っていうのがあるんですけど、ね、帳簿上と帳簿外の区別をまずしっかりとつけてくださいと。ね。うん。そして、あとは簿記一巡ですね。簿記一巡。ね。それをしっかりとマスターしてくださいっていうことをね、体験入学の方でお伝えしましてね。で、ちょこっとですけどね、帳簿上、帳簿外と簿記一巡の話はできたんですけどね。うん。でもね、ちょっと、それ、すぐはちょっと終わらない話なんでね、要するに3級の時にやるべきなんですよ、それは。ね。二小簿記3級の勉強の時にね、しっかりとやっとくべき話は、帳簿上と帳簿外、ちょっと大事なの書いておきましょうか。ね。帳簿上とね、帳簿外の区別なんですよ。これなんですよ。ね。その処理は、帳簿上で行ってるのか、それとも帳簿外で行ってるのか、これが分からないと、これがちゃんと区別ついてないと、実はですね、連結会計がさっぱり分かんなくなるんですよ。ね。156回のね、第3問に連結会計出ましたけど、あれもね、結構0点の人多いんですよね。うん。その理由はですね、まあ、2つあって、1つはこれなんです。帳簿上、帳簿外の区別がついてない方なんですよ。ね。で、もう1つは簿記一巡なんです。ね、あれ資本、振り返し分けっていうのは分かってないとできませんからね。156回 の、 第3問の連結会計はね。うん。だからね、そこをね、ちゃんとね、3級の時からですよ。3級の時から、ちゃんと勉強してるかどうかが勝負なんですよ。ね。OK ですかね。だからね、3級でね、たらば結構通っちゃってね、で、2級に、そのままいけるかなって言った方の方がやばいんですよ、これ。うん、3級でね、ここら辺の簿記基準とかね、帳簿上、帳簿外とかで、まあ、わかんねえ、わかんねえ、つって、止まってた方の方がね、まあ、3回、4回、たらば3級落ちてね、でもその代わりしっかりと考えたと。なんでこういう仕分けやってんの、ね、なんでこの数字持ってきてんのってね。うん。というのをですね、まあ、つまりこれですよ。白紙から仕分けきて点検やるってことですよ、要は。これね。僕、これ3級の講義からたっぷりやりますからね。これを僕、宿題に出すんで、3級の、僕の講義は。ね。たっぷりやらせますから。ね。うん。そして3級の時にね、土台をつけてほしい、つけてもらうんです、これで。僕の場合はね。うん。そしてから、下書きなんですよ。あくまでね、テクニックなんです。ね、これ逆にやったらね、本当暗記になってね、応用力全くつきませんからね。うん。でもね、やっぱりこう、白紙からね、仕分けして天気をやる。ね。うん。っていう練習をする。まあ、これが帳簿上、帳簿外の区別でもあるんですけどね、実はね。うん。で、やって、そして、簿記一巡をね、しっかりとやる。ね。2勝3級ではね、4点とかね、8点ぐらいのとこなんでね、2問、4問目ぐらいしか出てこないような論点なんで、まあ、たまにね、まあ、第1問とか2問、3問目とか5問目とかもね、出てきたりしますけど、でも大体まあ、ちょっと点数が低いとこなんですよ。ね、いわゆるこの簿記一巡ってやつね。これも大事だから書いておきますけど。ね、簿記一巡ね。うん。これね、結構ね、素通りしちゃう人多いんですよね、簿記の勉強やってるとき。ダメですよ。3級の時に、この簿記基準をね、人に説明できるレベルでですよ、あくまでも。ね。やる。これが大事なんです。これやんねえと、この57回のね、第2問のリース会計みたいなやつとかね、まあさっきも言いましたけど、他の外貨とか有価証券とかね、そういったものはもう手が出ませんから。ね。うん。したがってね、ちょっと話そろそろまとめますけどね、なぜテキストの基本問題ができてるのに、過去問や本試験はできないのかっていうですね。それに対するご回答はですね、3級の時にですよ。3級の時に、帳簿上、帳簿外の区別と簿記一巡。これをちゃんとやってないからです、まずは。ね、それが1点。ね。で、もう一つはですね、もう一つは、下書きですね。テクニック、受験テクニック、ね、タイムテーブルとかです。それを暗記しちゃってるからですよ。ね。なんでこういう下書き作ってんの？っていうのをちゃんと理解してないと暗記になって同じような問題解けるんだけどもひねられると違う問題に見えちゃってできないとそういうことなんですよ。 OK ですかね。はい。したがってそれを打開するためにはどうすればいいんですかっていうと、はい、
帳簿上帳簿外の区別を明確につける、そして簿記事順をしっかりと理解するっていう2点なんです。でその2点をクリアする、じゃあ具体的な勉強法は何ですかっていうとね、過去問の問題を使いながらね、過去問の問題を使いながらその過去問の問題文を見て自分で白紙から仕分けして転記するっていう練習をすることなんですよ。めんどくさくても丁寧に一個ずつやってくださいね。そして理想は、ちょっと独学者はそれはできないんですけど、理想はですね、そのでやったやつを誰かに見てもらうんですよ。プロにね、簿記講師に見てもらうんですよ、ね、でチェックしてもらうんです、ね、これで合ってるかどうかね。先生これちょっと今自分で作ってみたんですけどどうですかっつってね、ちょっとチェックしてもらっていいですかっつって、簿記のねプロ講師に見てもらう、採点してもらうんですよ、ね、めきめき力つきますからね、めきめきね。うん。そしてもっと理想を言う、まあ、理想値がね、もうちょっと、簿記のその後に簿記の講師にやってほしいことが、まあ、やってほしいことですかね、僕だったらやるんですけどね、他のちょっと講師の方は僕は分かりませんけどね、僕だったらどういうふうにやるのかちょっとね、じゃあ分かりましたと、ね、今回は利子抜き法とね、まあ、定額法とね、まあ、座礁額ゼロで、まあ、本試験と同じパターンでしたねっつって、まあ、それ受けてね、まあ、僕丸つけますよ、ね、その後に僕がね質問するんですよ、次その塾生さんにね、じゃあね仮にこの問題が利子込み法だったらどうなりますとか、どう変わりますこの数字はとかね、うん、仮にこれファイナンスね、リースで、消費権移転しないケースでね、まあリース期間で対応減価償却やってますけど、じゃあこれ移転するケースだったらどうしますかとか、ね、仮に経済的対応年数がね、例えば5年のリース期間5年のところがね、例えば6年って当たられてた、そしたらどうしますみたいな感じで僕は質問するんですよね、うん、でこれで考えてもらいます、塾生さんにはね、その場でね、うん、答え出なくてもいいんですよ、考えてもらうことが大事なんですよ、ね、その考えてもらってる最中が応用力がついてる最中ですからね、応用力ね、応用力なんですね、うん、これをねいかに質問で受けられるかどうかがポイントなんですよ、実は応用力つくっていうのはね、うん、結局ね応用力っつってもね、基本問題の寄り集めなんですよ、寄せ集めなんです全部ね、うん、だからね難しくはないんですよ、はっきり言って分かってしまうとね、勉強っていうのはね、うん、だからまあ勉強というのというよりはね、この簿記ですよ、簿記ね、うん、まあ、俺は簿記しかできませんからね、簿記のことで喋ってるんですけどね、そういうことなんですよね。だからね、一つの問題をね、まずちょっと時間かかっても絶対構わないから、白紙から丁寧に仕分けして転記すること、これをまずやるんですね。でやってね、そしてその上で別の角度も考えてみると、じゃあこのパターンだったら、このパターンだったら、このパターンだったら、このパターンだったらっていうのですね、いろんな切り口があるんで、簿記っていうのは、ね、そのいろんな切り口を同時に考えてみる、これなんですよね。これやんねえとね、これやんねえとね、本試験の方がですね、簡単な回だったら受かるっていうことなんですけどね、その場合でもね、たまたまラッキーなことに簡単な回で当たったっつった場合は別にいいんですよ、できるからね、うん、インプットでそのままアウトプットになっちゃうんでね、うん、できるんですよ、要するに転換しなくていいんでね、その場合はできちゃうんですけどね、そうじゃない場合はね、つまり157回大問みたいな感じで出てくると、まあできないですよね、うん、だ次もできないですよ、おそらくこれやってねえとね、この帳簿上帳簿外の区別と簿記事順とね、あとなんだ、白紙から仕分けをねして転記するっていう練習をやんないと、まあ無理ですよ、いつまでたっても変わりません、これ受かりませんつか、いつまでたってもこのタイプは問題できませんね、認証簿記1級とかね、会計士とか税理士とか目指すっていう場合はこれできないと、そもそも、まあ、お話全くなりませんからね。だから認証簿記1級とかね、会計士税理士の人はこれやるんですよ、普通にね、やるから別に、ものすごい実力が上がってって、ね、普通に認証簿記3級とか2級とかね、下手したらもう会計士レベルまでやっちゃうと1級の問題すら簡単に見えますからね、認証簿記1級の問題すらね、うん、簡単に見えますよ、ね、これちゃんとやればね、要するに帳簿上帳簿外簿記事順ね、これをちゃんと分かっちゃったらばね、なんだ簡単じゃねえかって、あ、このポイントじゃんみたいなね、感じで、ね、もちろん難しい問題もあるんですけどね、うん。認証簿記1級でも、会計士受験生でも解けないっていう問題もありますよ、ありますけどね、まあ、ほぼほぼ70点っていう観点でいくと、もう全然余裕と。ね、どんな回でも70点は取れるって言いますよ、会計士受験生になるとね。うん、ということで、話戻しますとね、これです。ね、これです。つまり白紙から仕分けをすると。ね、転記すると。ね、そして帳簿上帳簿外の区別をつける、簿記事順をしっかりと理解する、ね、うん、これをね
しっかりとねやんないとこのタイプの問題は解けるようになりません。いつまでも なりませんよ、ね、何年もやればいつか解けるようになるのかなりませんからね。このやり方をやらない限りはずっとできません。逆に言うとこのやり方でさえマスターしちゃったらできます。大丈夫です。どんな問題が出てきてもね、糸口は必ず見つかるようになりますね。そして最後に知識がね、つまり基本的ですよね、知識がほぼインプットが 100% できちゃってるあなたはですね、実はこの変換させる能力ってそんなに時間かからないんですよ。実はね、実はね、まあ1日2日じゃもちろんかけばできませんけど、うん、本当にね、まあ、数週間って言ってもいいでしょうね。うん、で実はこれね能力結構ついちゃうんですよね。うん、ただそのやり方が、まあ、本にももちろん書いてないし、書いてたとしても分かりづらいんですよね。うん、やっぱりここはね人に指導を受けた方がいいです。まあプロの簿記講師ね、うん、に受けた方がいいですよね。うん、さっきのあの質問とかも簿記のプロの講師にやってもらった方がいいですからね。うん、近所の簿記ができるお兄さんとかね、おっちゃんとかに聞いてもダメですからね。うん、お金もらってねえからね、無責任のことで言いますからね。はい、ということでね、ここはね、まあ、プロのね簿記講師になった方がいいんですけどもね、本当にねここはね知識がね 100% できてる前提ですからね、ね、知識ができなできてなかったら下書きもクソもないんでね。うん、これはまずしっかりとこっちをまず勉強するってことが優先になりますけど、こちらがねもうほぼ大丈夫だよと、仕分けレベルは大丈夫なんですっていう方はね、ぜひぜひこれはね本当に短い時間でね結構クリアになりますからね。うん、こちらはねマスターしててください。 OK ですかね。はい、でもしね、まあ、僕ね、ズームでワンツーマンね、今言ったように個別指導でさせていただいてますからね、ちょっとね、僕の方でね、後藤道長のね、このじゃあワンツーマンのね、例えばこの、なんだ、プレゼン、帳簿上帳簿外の区別とかね、まあ、簿記順とか、この辺をね、ちょっと、まあ、今日は実は初めて聞きましたってね、方も含めてですね、指導を受けたいと。いう方はね、まあ、ぜひこの動画ね、下の方にリンク貼っておきますからね、まあ、体験入学の方ね、まず受けていただくといいと思います。この話をしますから、ちゃんと。ね。で、もちろんヒアリングをね、させていただいてね、あなたにとってね、あなたにとって、あなた何が一体分かってないのかっていうこともね、もちろんちゃんとね、ヒアリングさせていただいた中からですね、僕が判断してね、あ、ここをね、こういうふうに勉強していけば、伸びるなってことは僕は分かるんでね、まあ、僕はもう30年近く簿記講師やってますから、プロの簿記講師でやってますからね、僕はすぐ分かるんでね、うん、ヒアリングすればね。はい。ということでね、ぜひね、それをちょっと受けたいなと思った方はね、僕の体験入学、ズームのね、個別指導体験入学受けてみてください。はい、では以上です。頑張ってください。